はい、こんにちは。今日はね、10月の30日。明日はね、ハロウィンですね。ナウンタウンでね、なんかハロウィンのパレード的なのがあるので、一応ね、見に行ってみたいと思います。それでは、今日のお散歩はトイザラスに行ってきますよ。歩いてるんですが、趣のある建物がね、たくさんあります。この辺は、なんかオンタリオのなんかの施設なんですけど、紅葉とかね、建物がね、ちょっと見えるかな。わかんないけど、なんか城みたいになっててね、すごい美しい。今日はね、エグリントンに向かって歩いてるんですけど、ちょっと先の方に見えてるビルがいっぱい立ち並んでるところ行きたいと思います。ハロウィンっぽいパンプキンもね、飾りができてますね。この店はね、ルーツって言って、 S が見えてないけど、まあルーツって言ってね、あのカナダのブランドですね。この辺はね、なんかパーティーショップっていうのかな、シーズンもののね、商品をいっぱい売ってます。僕のおすすめはあのプリングルズマンですね。あれはどうなんだろう。外資とかもいっぱいあります。公園です。あの奥にあるのは幼稚園らしい。よくわかんないけど、こういう感じね。こういう公園がね、もう至る所にあります。ここはね、でもね、ちょっと綺麗なのかな、綺麗な方の公園。ということで、トイザラスに着きました。まあ、トイザラスじゃないんだけどね、このアーバンアウトフィッターズとかそういうのがあるところ。エグリントンセンターはなんかちょっとこのちょっとハイテクな感じですよ。こういう感じになってます。で、今から向かうのはあの奥にあるトイザラス。これ欲しいな。これ好きなんだよ、こういうやつ。モノポリがありますね。安いような気がするね。これが、このドローンがね、ちょっと欲しくてね、最近ね、MacBook も買えなかったしね、ドローン欲しいななんつって、まあ、見に来たわけですよ。そしたらドローンも結構高いな。まあこういう感じのね、子供向けですね、基本的に。まあこれは女の子向けかな、こっちは。あっち側にこう男の子向けのがちょっとある。まあそういう感じですね、トイザラス。日本のよりなんかちょっと雑なものが多いですけどね、雑な製品が。これも日本で売ってるかもしれない。まあ、トイザラスこういう感じ。エグリントンの駅の近くはね、結構都会ですね。